アロハ。アロハ。これなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ、俺と一緒だな。へえ、そうなの？ああ。俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。いやー、だから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会っていうよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃ分かる。多分あんたも経験すりゃわかる。平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。
舐めやがって、いい気になってんじゃねえぞこの野郎。ようこそハワイ。かかってきやがれ。仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。なんだ、自首でもするつもりか。捕まるのはお前だ。はあ？おい、あ、そりゃ茜さんの、てめえ、吐き出せ、吐き出せって。おっ。何の話ですかね、タクシー強盗さん。なんだと？ Officer help! I'm being robbed! This hoodlum wanted money.And she pointed a gun right at me. おいおい、まんまとそいつの言うこと真に受けてません？ Alright, alright, smart guy. Put your hands in the air and turn around. わかった。ちょっと待ってくれ。Get on your knees, right now. 今説明する。俺、ハワイに着いたばっかだ。強盗じゃねえって。Yeah, unless that scumbag. I'm pissing myself over here. くそ、なんで俺が。なあ、見やがれってんだよ。How the officer? That man is not safe. ボンボヤージの兄ちゃん。 Who you should be arresting is the driver. He is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing.いや、助かったぜ。危うくハワイに来た途端、豚箱行くとこだった。本当、災難でしたね。私も驚きました。でも、兄さんはなんでここに？いや、あなたを追いかけていたんです。俺を？ええ、空港を出たとこで、ヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたから。ヤバいタクシーって見ただけでわかるもんなのか？実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな、おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ、やべえぞ、封筒に住所が書いてあったのに。封筒って、もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？お、おう。他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。ん？もしかすると、なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。
ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか。いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。そうだ、春日さん、お腹空いてません？ああ、そういやこっち来てから何も食ってなかったな。言われて腹が減ってきたわ。でしたらちょっと食べていきませんか？私も食事がまだだったので。あ、いいね、ハワイの飯か、楽しみだぜ。前によく行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。春日さんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、エイちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよ。ご心配なく、ごく庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっと良かったけどよ。ですよね。でも本当に滅多にあることじゃないんです。そういや、あの強盗どうなったかな。警察に撃ち殺されたりしてねえか？あんな奴のこと心配するんですか？いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。なかなか言えませんよ、銃を向けてきた相手にそんな言葉。そうかい。ハワイの解放感でおおらかな気持ちになってんのかもな。春日さんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべます？そうだな、ロコモコだっけか。あれは聞いたことあるな。ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。おお、そりゃすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか？どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で？いや、仕事でもなくてさ。え？ここまで来たら言っちまうけどよ、俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだい。行き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんの？そうなんだよ、まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだよ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか？エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、じゃあ
住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダチの頼みですから。頼りにしてるぜ。ありがとうよ。そうです。そうか。え？え？任せとけ。わかりました。
は？悪かったな。いえ。わかりました。わかった。へえ。そうか。
What? ほう。My bad. そうか。いいぜ。おう。ありがとうございます。さすがハワイだな。どこもなんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことねえって。エイちゃん、車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故に遭って、それ以来だから4、5年ですかね。事故か、大変だったね。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子の。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って、何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。ああ、終わり。独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟？まあ、こっちが勝手に思ってるだけだけどな。
道、こっちでいいんだってか。あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。春日さんはきっとお友達がたくさんいるんでしょうね。なんていうか気安く話せる雰囲気がありますよ。ありがとうよ、エイちゃん。もしよかったら今度日本でダチを紹介するぜ。そんな、私なんかきっとお邪魔ですから。大丈夫だって、どうせ暇しちゃってっからよ。さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人町だ。初めてあの町に行った時は俺銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今のは話盛りましたよね。本当だって、俺人生で一度も嘘ついたことねえんだ。また盛りましたね。ほら見てみ、ここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか。おう、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ、一度会社に勤めたんだがよ、最近また無職になっちまったんだ。ああそうだった、なんか思い出してきちまった。俺のせいでみんな仕事にあぶれちまって。どうしちゃったんですか春日さん。ああすまねえ、まだどうも引きずっちまっててよ。詳しい話は分かりませんけど、春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。どういたしまして。春日さん着きました、ここです。お、ここか。じゃあお邪魔するぜ。どうだい、エイちゃん、なんとかなりそうかい。今デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな、俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所読めそうです。おお、すげえ、どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや助かったぜ、ありがとよ、エイちゃん。なっ、あっ、お前タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな富澤。あ、はい、間違いないです、ヤメさん。はあ、なんだこいつ。 あれこいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああそうだ、春日だ、春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。
金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。連勝なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。エイちゃん、追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。は、はい。PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送ってあげましたから。本当か。俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜエイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。じゃあ春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。本当世話になったよ。 A ちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです。そんな、こっちもなんかいい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて思いもしなかったですから。確かにな。それに
春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で一緒にいて楽しかったです。参ったなこりゃもっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでもじゃあありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね。ボンボヤージええ、ボンボヤージュです、春日さん。ここが茜さんの家か。なんて呼びゃいいんだ。母ちゃん。いや、それはな。よし。あかねさん、私、春日一番と申します。沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。ん、誰？ごめんください。あ、留守か。ごめんください。